テッド・カーソンはアメリカのジャズ・トランペット奏者。アメリカ・ペンシルバニア州フィラデルフィア生まれ。テッド・カーソンは銀色のトランペットを演奏する新聞のセールスマンを見てトランペットに興味を持った。しかし、カーソンの父親はテッドがルイ・ジョーダンのようなアルトサックス奏者になった方が好ましいと捉えていた。テッド・カーソンは10歳の時に初めてラガディの トランペットを持つことになった。テッド・カーソンはグラノフ音楽学校に進んだ。マイルス・デイビスの勧めで1956年にニューヨークへ移った。1950年代後半から1960年初頭にセシル・テイラーと共に録音、共演をした。また、チャールズ・ミンガスとも共に録音並びに共演している。アルバム、ドルフィーに捧げる涙の楽曲は、 映画、テオレマ、ラストデート、ザ・ブラウン・バニーで使用された、ニュージャージー州、モントクレアに移住した。フィンランドで有名になり、1966年に始まって以来、毎年、開催されているポリジャズフェスティバルに、毎年、出演している。2007年、タルヤ・ハロネン大統領の招待で、フィンランド独立記念日、晩餐会で演奏した。 2012年11月4日、心臓発作のために死去。77歳ボーツ。ビルバロンチャールズ・ミンガス・セシュル・テイラー・その他。ありがとうございます。